噂では聞いてたけど、やっぱいい眺めだな。お父さんも一緒にここから始めればいいのに。手分けした方が効率的なんて言わなくてもさ。定番通り撮影から始めますか。しないかな。やっぱいいか。それにしても建物って人がいなくなるとこんなにも朽ち果てちゃうんだね。普段は人が住まない神社もしかりか。次はどこに行こうかな。神社だから通じるんですか？
確かこの村のエリアって中継基地がないんですよね。それともここだと電波が届くんですか？違いますよ。これ衛星携帯電話ですから。通信衛星を使っていますので、海上でも通信することができます。もっとも結構な値段なので、海外旅行でもしない限り個人使用には向きませんけどね。なんだ、それなら私も契約して持ってくればよかったな。してもいいですか？いいですけど、何に使われるんですか？実はちょっと一件、上司から急ぎで連絡しろって言われてた案件を思い出しまして、本当はホテルに戻ってから電話するつもりだったんですけど、結局丸2日空けちゃいましたから。ああ、そうなんですか。それならどうぞ。これ、端末をつなげばデータ通信もできますよ。わざわざ沖ノ宮に戻るより、ここから送ればどうですか？え、いいんですか？じゃあこれ送信と。あ、そうだ、これも私のサバードに送っておこうかな。ついでに見ない室長にも。
フルで理科。それに調べて探し回って真相を突き止めても。ねえ、リカさん、いつになったらお父さんは救われるのかな。どうやったら悲しい思いを消して心の底から笑えるようになるのかな。この惨劇がどうして起こされたのか、私たちだけでは真相に至ることが叶いません。どうかこれを読んだあなた、真相を解き明かしてください。それだけが私たちの願いです。